ブオサルミの戦いは、継続戦争でフィンランドとソビエト連邦の間で行われた戦闘の一つ。おおよそ1944年7月4日から7月17日に行われたアイラパー・ブオサルミの戦いとしても知られる。ソ連軍は7月3日までに行われたタリー・ハンタラの戦いで、フィンランド軍の防衛戦を破ることに失敗しており、イハンタラ近郊では、 フィンランド軍が強固に抵抗していた。このため新たな方面への攻撃として、違反たらより、東のボーサルミ近郊のフィンランド防衛線を破り、カレリア地境のフィンランド軍を包囲することを計画した。ソ連第23軍は、アイラパー地域のフィンランド軍に対して2週間余り、小規模な攻撃を仕掛けていたが、突破は行えておらず、攻撃の失敗によって7月3日には司令官が、 交代させられていた。防御側のフィンランドは、当初地境の東部を担当する第三軍団のうち、第二師団1個のみであった。しかし、タリーハンタラ地域での攻撃が弱くなり始めたため、この地域から、戦車や両兵からなる、装甲師団の増援が行われた。攻撃を行うレニングラード戦線の第23、軍は、とかを行い、ブオサルミを突破することが求められた。 この攻撃のために、第23軍は、当初第92、281、381、狙撃手団からなる、第98軍団が割り当てられ、後に、第10、92、142狙撃手団からなる、第115軍団に交代している。戦闘するフィンランド兵フィンランド軍の位置は、アイラパーの橋のブオクシ側を背にした非常に不利な位置で、 あったが防衛ラインの峰に位置する川の北岸の防御のために維持されていた。ソ連第98軍団は7月4日に攻撃を開始し、岸辺の制圧をめぐって9日まで激しい戦闘が行われ、フィンランド軍は最終的に北岸へと撤退した。ソ連軍第115軍団は北岸に共闘法を築いて増強し、7月11日までに 1> 第115軍団の3個師団べてが北岸へ渡った。一方、フィンランド軍はタリーハンタラ方面から送られ、充足はしていないもののフィンランドの総攻師団が増援として到着し、11日双方が同時に攻撃の準備に移った。双方の攻撃の試みは成功はしなかった。ソ連軍は北岸へ到着しており、飛行部隊も存在したにもかかわらず、 それ以上の進攻は食い止められた。その後、ブオサルミでフィンランド軍が反転攻勢を行い、ソ連軍は戦果を上げれないまま北岸から追い落とされ、7月中旬には双方が両岸で防衛体制に入った。フィンランド砲兵は6月20日から7月17日までの間にタリーハンタラの戦いやこの戦いを含め、カレリア防衛の戦いの合計で12万2000発の 砲弾を使用したとされている。ブオサルミの攻撃が失敗したことによって、タリ近郊の部隊の包位は叶わず、カレリア地況での戦闘は沈静化していった。レニングラード戦線の指令であるレオニード・ゴボロフは、ソ連側に重大な損害が出たにもかかわらず、具体的な結果を出せなかったため、第23軍、第98軍団、第115軍団の司令官を激しく叱責した。 ありがとうございます。